被災をした博物館の現地での作業は、学生は関わることができません。とても危険を伴う作業でもあるので、あと専門的な仕事でもあるので、全国の学芸員や研究者で組織された文化財レスキューの組織が現地での回収作業とか、そういったことをやってきました。で、それを被災地には置いておく場所がないので、仙台市内の大学とか、あるいは内陸部の博物館とか、あるいは全国の博物館で一時的に保管をするっていうことをやってきまして、東北学院大学もその一時保管施設の一つです。で、我々民族学の研究をしている学生や大学院生がたくさんいますので、人海戦術でクリーニングするような仕事を、積極的にやりたいと思って、で受け入れてきました。で、実際には泥落とし、それから水洗い、もう単純な作業なんですけど、点数が膨大ですので、これ2年かかりました。で、ようやく今年から海水の塩分を抜く作業とか、あるいは虫食いのひどい、飼料の虫や虫の卵を殺すといった、保全作業を始めることができまして、で今これは継続して続けています。で、それはその文化財が持っている背景ですね、歴史とか生活とか、そういった背景を明らかにして、これを残したのはなぜか、こういうことが分かる資料なんだとか、この資料を研究するとこういうことが分かってくる、あるいは一般の方がこれを見るとこんな思い出が湧いてくるとかですね、いろんなその文化財が持っている意味があると思うんですけど、その文化財の持っているソフトの面をできるだけ膨らませていきたいっていうのが今の課題の一つです。ひとまずこの資料は来年度末に、現地の教育委員会にお返しする予定です。ただお返しして終わりではなくて、そのお返しした後もそのものを通じて、地域で同じような移動博物館をやらせていただくとか、あるいは地域の方と一緒にものについてのエピソードをもっともっと貯めていったりとか、そのエピソードの集まりが昔の暮らしのイメージ風景につながっていくっていうことを活動としては続けたいと思っています。できればそれを復興後の地域の障害学習とか公民館活動とか、地域の活動の方に受け継いでいって、もっともっと膨らませていってくれると、いいかなというふうに思っています。